口からは分からなかったけど、中は結構広いね。洞窟内の崩壊エネルギー濃度がすごく高い。ここが旧友のようね。はい。姫子少佐って、なんか今回の任務、ものすごいやる気ね。いつも。キアナ、あなたね。あ、ふん。あなたたちはまだ任務の最中よね。喧嘩するなら家に帰ってからにしなさい。今日は見逃してあげるわ。では、今回の任務を確認するわね。今回の任務は、あの洞窟の探索よ。あの洞窟が伝説の旧友の洞窟かどうかを見極めるのが今回の任務。もしあの洞窟が伝説の旧友だった場合、言い伝えにある権限権と聖痕を手に入れてくるのよ。了解。今回はあなたたちのために顧問を用意したよ。顧問？姫子少佐、お久しぶりです。今回の任務はぜひ私にサポートさせてください。不可か、そういうことか。あれ、これはこれは嫌われ者の委員長様じゃない。不可は信州生まれなので、危険園の伝説や信州の文化に詳しいのよ。もし困難に出くわしたら彼女に聞いてね。では健闘を祈る。館主、館長、もうキリがないわね。早く帰ってみんなのご飯を作らないといけないのに。手段は選ばないわ。私に勝てると思ってるの？こんな小銭別にいらないわよ。よっ、せっ、はっ、ちょっと不安かも。せっ、で、せ、私の番ね。キリがないわね。早く帰ってみんなのご飯を作らないといけないのに。ライデンチャーム、もうキリがないわね。早く帰ってみんなのご飯を作らないといけないのに。
よ。了解です、艦長。もう、キリがないわね。私の番ね。メイ先輩ってこの委員長様、深さんのこと。そう、あいつ深さんは同期で一番優秀で、若くしてバルキリーテストに合格してるの。しかもすでに A 級バルキリーになってる。私たちは見習うべきよ。でも深のやつ毎回うるさくて説教してくるんだもん。
私が覚えてる限りだと全部キアナちゃんのせいじゃない？確かハイペリオンのメインコンピューターでスビームのゲームをダウンロードした時とか、教室で火鍋してた時とかでしょ？ん？もういいわよ、全部私のせいでいいの。なんだ館長、館長、もうキリがないわね。早く帰ってみんなのご飯を。手段は選ばない。ここは譲れないわ。もうキリがないわね。早く帰ってみんなのご飯を作らないといけないのに。せっ、やられたらやり返す。倍返し。せっ、私の番です。キャッ。今回は何が手に入るか楽しみね。もうキリがないわね。早く私の番です姫子、ちょっと熱心すぎない？キアナは本当にバカですね。え、何をいきなり。このことに気づいてないのはおそらくキアナだけです。この報告を見てください。今年度身体検査報告書、村田姫子。これは姫子少佐の身体検査報告書です。彼女の体は崩壊エネルギーの適応性が非常に低いです。それでも人工精魂を体内に移植しました。その結果、
精魂が彼女の体をずっと蝕んでいます。このままだと残された時間は。なるほどね。だからテレサさんはずっと人工精魂はモロ刃の剣、バルキリーにとってそれは武器であり毒薬でもあるって言ってるのか。でもそれじゃあ私たちで何かできることってないの？新しいオリジナルの精魂を探し出し、天命組織の人工精魂の研究を進めるのが一番の方法です。そうとなれば私に任せなさい。任務の重要性が分かってきた途端、私の中のカスラナ家の血がたぎってきた。艦長、次の目標は。女の子にこんなことして、だからモテないのよ。覚悟は譲れないわ。てせっ、もうキリがないわね。早く帰ってみんなのご飯を作らないといけないのに。私の番ね。もうキリがないのに。早く帰ってみんなのご飯を作らないといけないのに。私の番ね。チャージ完了。もうキリがないわね。早く帰ってみんなのご飯を作らないと。女の子にこんなことして、だからモテないのよ。手段は選ばない。もうキリがないわね。早く帰ってみんなのご飯を作らないといけないのに。この場所にネゲントロピーの戦術機構が？もしかしてネゲントロピーも権限剣と精魂を探しているの？面白いじゃない。ネゲントロピーは想定外ですね。姫子少佐、安全のためにここは一旦撤退した方が。そうね、悔しいけど一度撤退して体制を整えるしかないわね。ダメだよ姫子、撤退はダメ。
このチャンスを逃したらおばさんの病気。病気？あ、そうじゃなくて、姫子、それはオリジナルの聖痕だよ。ネゲントロピーに先を越されたら世界が破滅しちゃうよ。そうね、私が甘かったわ。では今から任務を遂行する。でもくれぐれも気をつけるのよ。なんだろう、艦長、次の目標。ここは譲れないわ。えぇ、私の番ね。ここは譲れないわ。お気遣い、もうキリがないわね。早く帰ってみんなのご飯を作らないといけないのに。もうキリがないわね。早く帰ってみんなのご飯を作らないといけないのに。手段は選ばないわ。キリがないわね。早く帰ってみんなのご飯を作らないといけないのに。これ以上は手加減しないわよ。にゃんにゃん。キアナ、行きまーす。石は門？ふか、どう思う？どうやら人が作った門みたいですね。古代神州の神獣竜が刻まれています。どうやら今回は当たりのようね。ちょっと下がってなさい。こんなもの私の剣で。ちょっと待ってください、姫子少佐、焦らないで。
正しい開け方でないとトラップが発動する可能性があります。門の横に石碑があります。石碑に刻まれた図から見ると、門を開けるスイッチは両側にある道の中みたいです。そうか、焦って悪かった。それじゃあ二手に分かれてスイッチを探し出そう。美少女味のラーメンを食べたいね。美少女味のラーメンを食べたいね。やっほー、わかったわかった。本気で私に勝てると思ってるの？わかった。やっ。ふっはっ。私に勝てると思ってるの？バルキリーの任務なのかしら。もうキリがないわね。早く帰ってみんなのご飯を作らないといけないのに。みんなのご飯を作らないといけないのに。ライデンチャーム。セッハッセ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 ッ。終わるのか、こんなことして。やっ
あ勝利して当然だよね。何？不満なの？よー、館長。次の目標は何？キアナちゃんたら、こんな時にどこに行ったのよ。セッ！セッ！ゼー！セッ！テッ！ハッ！セッ！テッ！ヘッ！セッ！デー！ハッ！テッ！ヘッ！女の子にこんなことして、だからモテないのよ。へぇ、テッ、ハッ、手段は選ばないわ。テッ、セッ、テッ、ゲッ、デッ。気遣いありがとうございます。もう、キリがないわね。早く帰ってみんなのご飯を作らないといけないのに。バルキリーの任務。疲れたわね。早く帰ってお風呂に入りましょう。